助けられなかった。危ない。無駄打ち現金よ。狙った。あ、なんで、え、ちょっとまさに一瞬。解き放たれたかのように投げまくる俺。多分玉よけと同時にいけるはずなんだよな。一瞬待ってゾンビが出てくるタイミングで、で投げてそのままジャンプするで、多分お茶を濁す。一回お茶を濁せない。いけ、いけないです。俺は知ってるんだ。あれはいけねえタイミングなんだ。一回起動しちゃったから。無理無理無理。ちょっと待ってちょっと待って。どうしてこうなったかな。な、無理から。じゃあ、遅い。やべえな、あそこも。投げた瞬間ジャンプってやれば、さすがにあの植物の弾食らわねえと思うんだよね。それをうまいこと狙っていこう。いや、あっちまった。うー、下投げが、下投げが。どんどん来るね。出ないよね。出ないです。もうフォックス来てる。きつくない？いやー、安全地帯まであと1メートル。一瞬待ちの即投げな。はい、これこれ。うっ、ジャパン。ショック。バリショック。2個目の宝箱のありかをまだ、うわ、知らないんだよな。だから裸になった後のリカバリーが効かない。嘘でしょ。ビューンビューン、わーい。これは幼児対抗と言います。あべ、あー、なんとかなってる。うわ、ダメだ、なんてこった。そこにもあったよね。そうですよね、OB だよね。よしよしよし、任務達成。意外といけてる、意外といけてる、意外といけてる。めっちゃ来た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 。あー、取った取った。いいよいいよ、さらに任務完了した。これはダメだと思ってからオービーをなんと3匹も回収。大手柄。そこ出てくるとダメなのか。そこ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 。
なんか、え、どこだ、足元でなんか乗ってた、あれか、床が下がってる時じゃないとダメなのか、多分そういうことか。トゲ部分にペコンペコン判定があるんだ。で、多分鎧そこだわ。多分こうでしょ。違うんかい。あ、でも宝箱反応しなかったよね、あのカメラに。どうだ、オービーかもしんない、あそこにいるの。ここら辺じゃない、これ、これ多分オービーだ、これだよね、だよね。助けられなかった。あれをまず取ります。気合で取ります。足元ペコンペコン。あ、ベチベチだ。おりゃ、よしよしよし、任務達成。21匹。いや、いいよいいよいいよ、とてもいい。入れ入れ。おお、瞬間出てきた。オービーが一気に5匹増えた。うわダメなの。そうなんだ。ああ、出てくる位置を見て先に飛んでもいいと思ったんだけど、これ撃たないとダメ。うう、やっちゃった。当たらねえとこうなる。はいはいはい、次だ、次次。これに当てるのミスると出てきます。大丈夫。あー、ちょっと待って。あー、今のもネギに当たってなかったら終了です。いけるタイミングを見て今。そしてこう、よし、ここまではいいよ。撃っちゃう、これきつすぎるので。ちょっと待って、ちょっと待って、しょぼい、食らい方がしょぼい。ちょっと待って、すり抜けられなかったか。このネギ揺れもやべえな。うん、ちょっとパターン地見てきた。まあ宝箱いいか。そこ、早く行って早く行って。ああ、出ちゃった出ちゃった、これ地獄だぞ。ニューンなあ、くらほー
まに食らうんだな。完全なる安全地帯ではなかった。いやちょっと同じパティーン無理なのよ。うえ、一瞬の遅れが早すぎたんだ。やっべえな、ここまるで進まねえ。その判断を一瞬でやるのか、飛んでいいのか、一瞬とどまるのかっていう。ぬいしかしてあいつ倒せない？倒せねえんだなあれ。ああああ撃っちゃうかもこれ。そこでうん、あ、ちょっと待って、ひどい、今のはひどい。撃っちゃうと一回下がっちゃうので、そこはちょっと時間的にね、あれならっていう。ダメですか。そうですか、わかりました。安定しねえな、あの弾、目ん玉打ってくるところがな、あそこまで行ってもなっていう感じだもんな。うお、なんだそれ。スライドダウンしてきたね今。弾撃たれたらアウトな感じ。あいつに向かって撃つとまた、いや来た、アホなジャンプをしてしまった。いけない、まっすぐ行った方がいいのかこれ。なんとも、うい、やばい、ちょっと待って、下打ちのつもりだったんだけどな。ダメでしたね。まっすぐ、ちょっと何が待ってるのか。まっすぐ行きたかったんだけど行けなかった。ちょっともっと奥まで行ってくれよレッドアリマよ。ステージのギミックを全体的に見たいよ。イモムシにたどり着いてすらいない。一体俺はいつ
いけるんだろうか。来る。あ、撃ちゃダメ。今のも危うい撃ち方でしたね。あー、サンダーなかった。うそフォックスの起動ずっと苦手。こうだな、滑らかになってきた。なんてこっかい。4匹までいける。タイミングだな、ほんと。こんな狭いところで、しかもさ、壁の後ろに隠れてんのか、あいつら。突然出てくるのか。どこまで行っても優しくない、アーサーに優しくない世界。うそ、当たった。そう、何あの投げる瞬間当たり判定が後ろに引っ込むってか。悲しみ悲しみ。いける、いけない。あー、もうこのパティーンはもうやめて、お願いします。一回止まろう、あそこで。一回止まって、4、5匹。ああ。4、5匹フォックス行ったら行こう。やばい、これ、ここまた過去最高になりそうな気がする。死ぬんだろうか。で、一回そこでとど、おいおい、そんなやられ方。めっちゃ来るだろうから、嵐が去るのを待つ。嵐が去るのを待ってます、待ってます、待ってます。打っていいのかな、これ。投げていいのかな。あの、全く全く持って、ちょっ、はあ、上に乗っちゃって、あそこで打っていいのかを、ちょっと待って待って、もうダメ、もうダメ、崩れてる。打っていいのかを調べてみよう。にゃあ難しすぎんか、このステージマジで。いや、これマックスよりきついかな。どうだろうな。今のところマックスよりきついんじゃないかと思う。うわっ、
すげえ、すげえ数、すげえ数、すげえ数。にゅん。あれこれ。越せるんだ。へえ。っていう可能性もあるんだこれ。なんで投げんの、いつも投げないくせに。もっとネギ大事にしろ。売り物だろそれ。あそこにあるね、しゃがみ打ちなら当たらないかな、あの目に。だって、罠即終了。はん、あーやってた。あーもうダメだ、崩れてきた。集中力が。ネギをもっと大事にしろ、お前。当たっちゃった。俺は命を大事にしろ。一回止まってなかった、さっきね。これ、行っていいはず。ダメなのかい、ダメなのかい、そうなのかい。処理落ちさせてやるぜ。さあどんどん来い、どんどん来い、どんどん来い。何匹いる ?1、2、3、4、5、7匹。ここがもうまず安定しないもんね。倒しちゃった方がいいと。ちゃんと飛び越えるときに倒そう。倒していこう、飛び越えるときにな。それで追い打ち食らわねえから、それだな。っていうことに今さら気づく。ヒュー、ちょっとやだ。一発食らった後に大体崩れる。こんだけやってまるで成長した気がしない。この辺の危ね、この辺のネギ幽霊はちゃんと倒していかないと。低空軌道のあの速度はちょっともう避けらんねえな、あのフォックスもな。いやーでもねー、きついわー、めっちゃむずい。ゲロむずい。なっちゅう。うわ、映しかない。なあ。ちょっと、その、急な角度やめて。止まる。
ほほほほう。戻らない。クラオーが何しようが行くしかないんだよ。もう次来たら行くしかないんだよ。もう俺あそこに飛び乗って魔法か、無敵で避ける感じか。それが安定なのかな。奥からさ、これ宝箱、なあしまった、ジャンプされた。なんか暗い、もういいんじゃない。やっとか、やっとだな。暗くない、なんか。あ、ない、どこだっけ、ここだっけ。あ、ない、ないんだ。使いたいクールタイムが。ちょっとどこかない。あ、ないんだ。どうすか。ここで撃ってるわ。こういう時便利だね。これが非常に便利。なんかあった。取るのを優先してしまった。いや、これで多分。ん、まだ危ねー。まだ一箇所ある。これか。よいしょ。か、なかったね、何にも。どんな地獄が待っているのか。滑るは滑る、変わってない。罠かな、それ罠かな。上か下か。ここ飛び移れるんだよね。ここゾンビだから随分優しくはなってる気がする。死神よりは遅いから、これ弓矢で行った方が多分いいんじゃないかな。うわあ、ちょっとあれ、これ行っちゃいけないんだっけ、上。うー、ルート覚えてねー。あれだな、あの鎧だな。あそこまで行けば活路が。あそこ、そこまででもないかもしれない。ここさえ突破できれば。っていう気はしてきた。希望が見えてきた。あ、間違えた。あ、うでやっちゃった。そうか。そりゃそうだよね。こいつってさ、あそこまで行くのかな、レッドアリーマーってさ、巨大イモムシのところまでついてくんのかね。間違えた。3だ。間違えた。ちょ、待って、めっちゃボケてる。あ、撃ちた。あー、出た。ここに、ここの宝箱を出すために今投げたんだけど、やっぱ一回止まろうね。もう忘れてる。
止まって植物も倒す。それそれ。段差が落ちない。あぶねえ。タイミングがあるね。落ちないっていうか早くない、来るの。ほっ、やってた。ここでこうだ。うん。でここで また待つ。ルールタイムを待つ。あ、早い。サンダー優秀。当たってなかった。一体残ってたね。まず打つ、下投げ、これ。でふわふわ幽霊は残しておくと大変なのでできるだけ倒す。うわー、ウェイウェイ。つい陽気になってしまった。でもでもちょっと、あなたね、あなたね、人様めがけて目ん玉投げつけちゃダメだよ。いくつ持ってんだよ目ん玉を。死神のスライド殺法。これか。なるべく倒す。あ、やべ、あー、とどまっちゃった。やー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 。あー、スカッ、あー、地獄、あー、地獄。猿は